はじめまして、デビです。今日は10年来手をつけてなかったフロントキャリパーの分解掃除の様子をお伝えしたいと思います。開けてみましたが、これがなかなか。最初に外したボルトですが、これも周り止めがついてるのでインパクトドライバーで緩めております。今爪楊枝を使って取り出そうとしているのが小さなオーリングです。これは2つ割れのキャリパーの間のオイルの通路につく部分で、今回これもオーバーホールキットを用意してないので再利用の予定です。今回このバラすきっかけはブレーキが効きが悪いのと、キャリパーの間から覗いてみるとピストンが均等に出てない感じがするんです。それでちょっと分解掃除してみればそれが解決するかなと思ったんですけど、とりあえずメガネレンチを使ってブリーダープラグを外します。車体に取り付いている時に外すのは簡単ですが、キャリパー単体だとなかなか外しにくいものです。オイルは抜いてるつもりでしたが、やはり結構な量出てきます。とにかく割ったことがないんで中がかなり汚れてます。この分だとピストンが出てくるのかどうかちょっと不安ですよね。家の中の作業とあって拭くのはティッシュです。さて、いよいよピストンを抜く作業に入ります。普通キャリパーのピストンを抜くのにコンプレッサーのエアを使って抜く作業になるかと思いますが、今回は家の中での作業なのでコンプレッサーを使わない方法を考えてみました。今手に持っているのが TC アンカーというものです。今回ピストンをこのアンカーを使って引っ張り出そうという作戦です。アンカーは各種サイズがありますが、下穴 12.5 というサイズを選びました。それに合うちょっと長めのボルトを選んでます。アマゾンとかでピストンの内側の穴に合わせて
プライヤーのようなものでつまみ出す工具が売ってるんですが、この内側の穴のサイズ測ってみたら13ミリなんです。で、売ってる工具ってのは16ミリぐらいしか対応してなくて、あれが使えないことが分かりました。確認する前にカートにまで入れたんですけど、危なく使えない工具を買うとこでした。で、大きめのモンキーレンチはここでスライディングハンマーの要領で抜く作戦です。とりあえず失敗です。必死に締め込んでます。これ以上は部屋の中の作業としてはまずいです。意図せず総力戦になりました。それでも引っ張るから多少ねじるに方向を変えて、なんとか全部抜くことができました。引き続きシールを取り出す作業です。これは先ほどの爪楊枝を使って取り出しました。シールも再利用するので慎重に取り出します。慎重といっても爪楊枝ですから、そうそう傷つくもんじゃないと思いますけど。パッと見はシールもそうですけど、キャリパーの中もそれほど汚れてるようには見えません。10年使ってこれならまあまあいいのかなっていう感じです。シールを拭きながら点検してみましたが、これが再利用不可なのかどうか私には判断できません。今回オーバーホールキットを用意してないので、とりあえずはこのまま組み付ける予定です。
はい、ちょっと待ってください。シールの入る溝を掃除してます。まあ、これもまた爪楊枝でやっていますが、それほど汚れてる風には見えません。表から見えないちょうど影になる溝を掃除してみました。爪楊枝では先が入らないので、そばにあったクリップを曲げて内側の溝に沿わせて掃除してみます。そしたら出てきました。やっぱり溜まってたんですね、十何年分。これが悪さをしてピストンが均等に出ない原因だったかもしれません。これを取ることで、まあピストンが均等に出てくれればいいなと思います。このキャリパーはいわゆる競技用です。そのせいなのか、中にある4つのピストンはアルミでできています。それと市販車のようなダストシールもありません。ダストシールの役目とピストンのシールの役目をこの1本のシールが果たしています。なのでメンテナンスは短い期間でやる必要があるのかもしれません。それを10年以上もやってないとは、わらわらです。シールを溝にはめています。これは今まで入っていたものなので、それほど苦労なく入ってくれます。シリコングリスを塗ってピストンを入れていきます。取り出す時と違ってすんなり入って気持ちがいいです。というわけで左右を合体させて作業は終了となります。これで気持ちのいいブレーキが復活してくれるといいんですが、どうでしょうか。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いします。